おはようございます。今日は3月25日金曜日になりますね。はい。で、朝6時18分の相場解説なんですけども、ずっとバイ&バイ&バイで取れてきましたよね。で、114円から115円の間にいた時に、これは介入でもない限り120円まで一気に行きますよってことをお話しました。これは実現しました。で、120円に行ったか行かないかの時に、私はさらにね、125円まで行きますよっていうお話もしました。これが基本路線です。で、今122円の356あたりなんで、私が宣言した125円までにもうあとわずかっていうかね、120円の時にあと5円上がりますよっていう風な真ん中まで行ったわけですよ。ということでね、一方的に買いで持っていけると思います。ただね、この辺でね、こういう風なことを考える人がいるんですよ。そろそろこの上昇の流れ終わるだろうから、だからちょっとセルを狙っていこうかなみたいなね。このそろそろには根拠がないでしょ。だから一方的にロスカットを食らうまではリスクリワードを守ってね、今までと同じように。で、ロットの調整はしてもいいと思いますけども、基本的には同じロットでどんどん突っ込めばいいんですよ。ロスカットを食らうまではどんどん行く、どんどん行く。これ以外にはないです。テクニカルなんで。ということで今日はお話していこうかと思います。それでは、日足の方から見ていきますね。こちらです。はい、繰り返しますけども、日足でブレイクアウトのポイントはここになりますよね。で、110円とか115円の時代に、これ120円まで行きますよっていうのは、レンジの中をうろうろした時に、ブレイクアウトしたら120円まで行くよって言ったのが、ここ、120円まで行ったわけですよ。ドカーンとね。だからこの、誤円差は取らないと、取らないとダメですよ。カンニングしてるようなもんですよ。この値動きがあるでしょ。この値動きが見えてない時から私は、この間でうようよしてる時に120円まで行くんですよってことを繰り返し申し上げてたわけですよね。で、その次ですけども、120円に行くか行かないか。具体的に言うと、このあたりで125円までってことを宣言して、現在125円までの道半ばの122円356まで行ってるってことなんですよ。ね。これが全体像です。で、あと、そろそろこれで買いが終わるんじゃないのっていう方がいるかもしれませんけども、買いポジションはどんどんね、追撃されてるわけですよ。上級の投資家さんは続けて続けて買ってます。買い方にはいろいろとパターンがありますけども、今までの利益確定した分の半分を投入して新しいポジションを立てるっていうのを繰り返しているのが戦術ですよね。で、今、日足を見てもらってますけども、日足から週足までで上級者の方で資金がある方は、もっと厚い資金を眠らしてますからね。だからもしね、逆回転が始まって売りに、こう、転換するとしたら、これはね、上級の投資家さんが目標の利益を達成して、週のポジションとか、デイリーのポジションを決済した時なんですよ。で、その金額一個一個がでかいですからね。だから資金の少ない人っていうかね、だから1エントリーが1万とか2万とか5万とか10万みたいな人が束になっても叶わないような金額が決済されますからね。その時は多くの少資金の人のロスカットを巻き込みながら、下落が始まります。いつものパターンでしょ？はい。じゃあ講義が終わりました。4時間見ていきましょう。4時間です。もう言うことはないですね。ずっとバイですよ。ここからブレイクアウトして、押し目を作りながらね、ずーっとずーっとずーっと上がっていってるわけですよ。押し目を作りながら。ね。それ以外はないです。押し目なのにビビって、決済しちゃった方もいるでしょ。だからこれは初級者の方です。中級者以上の方は、押し目で、追撃した新しいポジションを持つことはあっても、決済することはないと思いますよ。はい。じゃあ、1時間行きましょう。はい。じゃあ、ここでね、私は今までと反対のことを言います。私は十分利益を取ってこれました。たくさんのポジションを決済しました。ですんで、勝ちまくってきたので、頭を冷静にするために今日はポジションを持ちません。これは私のね、一つのスタンスなんですよ。3回勝ったら精神的にちょっと有頂天になるんで、わざと決済せずに冷静な目を持つ。そして3回連続で負けたら、これも、心が不安定になるんで、決済をせずに、決済じゃないわ。ポジションを持たずに、ちょっとね、チャートを離れて、客観的に自分の気持ちを整理する、みたいなところですかね。ということなんで、戦略としてはね、繰り返しますよ。バイでいいんですよ。買いでいけば。私は今日は、エントリー持ちませんけどもね。そんなところですか。はい、ということなんでね、有頂天にならずにやっていく、メンタルを見ていくことも大事です。人間ってのはね、感情の生き物ですから、感情を排除するのが、テクニカルなんですよ。でも、人間は感情の生き物ですから、テクニカルの中にも、
わずかながら感情とかファンダメンタルっていうのは生きてるんですよ。それを忘れないことです。100% テクニカルもないし、100% ファンダメンタルもありません。要するに、9対1でテクニカルなのか、9対1でファンダメンタルなのかっていうところはあるっていうだけなんですよ。で、今回は9対1でテクニカルなんですけども、金曜日はその1の精神の方を使っていこうかと思います。ですので、有頂天にならないために今日は私は休場します。今週もお疲れ様でした。今週のトレードは、もう以上で終わりです。それではまた明日お会いしましょう。